皆さんこんにちは。天一国9年の新たな朝が明けました。カノ投資の新年、誠の父母様の天に対する表情を花咲かせ、実を結ぶ意義深い1年となられるよう願いながら、ピース TV は天一国9年にも誠の父母様の同性と御言葉をありのままに伝え、全世界の宣教現場のニュースを伝える天一国国営放送の役割を果たします。今週は新日本第一地区希望前進礼拝を主管され、星たちの祝宴を開いてくださった誠の父母様の同性とともに、天一国宣教現場の希望あふれるニュースを集めてお伝えいたします。天の父母様にはべるオンラインプラットフォームを通して、世界の人々が共に参加できる礼拝文化を創造している誠の父母様は、天暦12月26日天の父母様聖会新統一世界安着のための新日本第一地区希望前進礼拝を主管してくださいました。ピースリンクを通して、新日本第一地区16教区の89教会の祝福家庭と新規シック及び平和大使、世界各地から接続した約6万名が共にする星たちの祝宴として奉献された希望前進礼拝の場。温かい母の懐のような教会、天の父母様聖会家庭連合こそが、私が本当に求めていた場所でした。オンライン統一原理講義を通して復帰された仏教系新宗教3世の恩恵ある表情分かち合いに続き、誠の父母様の生涯を描いた映像とともに奉献された表情賛美が皆の心情を清めました。説教の場に立ったパン・サンイル新日本大陸会長は、天保家庭入籍と各教区の1万名基盤造成、南北統一のための韓日家庭の活動、自助伝を通した伝道、青年学生伝道及び養成の五大奇跡を必ず成し遂げるという表情の決意を奉献しました。우리들의모든것을걸고힘차게뛰어나가참어머님과완전히하나가되어신일본의기적을반드시이루어나갑시다참어머님염려하지마시옵소서이제저희들이어린자녀들이아니옵니다저희들은꼭믿어주시옵소서저희들은반드시자랑스러운아들딸이되겠습니다참어머님하늘부모님의꿈참부모님의꿈인류의소원을저희들이반드시이루어드리겠습니다반드시반드시꼭이루어드리겠습니다熱い決意に感動された誠のお母様は、天に対する変わりない忠誠を象徴する翁草の精神を相続してくださり、祝福の御言葉を語られました。사랑하는신일본축복가정지도자식구여러분많이사랑합니다특히오늘예배의말씀을통한방상일대륙회장의은혜롭고결단에찬깊필코승리하겠다는말씀을듣게될때에너무도감사했고눈물이났습니다그래서나는잠깐성화하시기전에아버님이생각이났습니다내나이또래와는다르게아버님으로서는동요라는노래를많이알지못하십니다그중에유일하게하나아시는것이할미꽃여러분들기억날거예요
화동회 때 여러 번 동작과 더불어 부르셨으니 기억할 겁니다. 뒷동산의 할미꽃, 꼬부라진 할미꽃, 쌍날 때에 늙었나 호호백발 할미꽃. 왜 이 할미꽃을 사랑했을까 생각해 봤어요. 이 할미꽃의 말은 충성이야. 충성. 젊어서도 늙어서도 한결같은 충성. 그 다음에 어떤 말이 있나 하면은 슬픈 기억이란 말도 있어요. 타락한 세계 인류는 하늘의 입장에서 볼 때 불쌍하고 슬픈 과거를 가졌어요. 그러나 참 부모로 말미암아 승리를 하게 되면은 하늘 부모님 앞에 나아갈 수 있는 길이 있고 그 과정을 통한 변함없는 충성된 자리는 축복과 연결이 되니 희망적이지 않습니까? 그래서 나는 아버님께서 일본이 어머니 나라 혜화국으로서의 사명을 하는 데 있어서 이 할미꽃과 같은 정신으로 변함없이 하늘에 대한 충성으로 나아갈 수 있기를 바라서 아마도 일본을 향해서 이 노래를 주신 걸로 기억이 됩니다. 일본의 책임이 중요합니다. 때는 언제나 있는 것이 아닙니다. 이번에 여러분들이 결심하고 국가복귀라는 대승리의 고지를 타령한다면 어머니 나라로서의 세계 앞에 나와 함께 하면은 기적을 만들어낸다 하는 것을 보여줄 수 있는 일본 위정자와 축복가정 여러분들이 되기를 축원합니다. 沖縄草の精神で忠誠を尽くすことで誠の父母様と共に悲しい過去を拭い去り天の父母様にはべる国と世界を切り開いていこうと強調された御言葉。新日本大陸の指導者とシックたちは、ヒョジョン文化の宴の場を繰り広げ、誠の父母様の願いを胸深く刻みました。誠の家庭が共に歌い、みむねの応援歌を共に歌いながら新たな決意を固めた時間。新日本特別大陸の指導者とシックたちは救国救世の狼煙を掲げ、2021年の勝利に向けて総進軍することを誓いました。インドの青年の日を迎え、インド世界平和青年学生連合は UPF の講演を受け、青年平和クラブを創立しました。創立式の場には、長官と国会議員、学術人、
宗教指導者、社会運動家など各界の著名な VIP たちが共に集い、王立国際大学の副総長が平和大使として任命され、クラブへの支援を約束しました。またこの日、青年平和クラブのリーダーとして任命された青年平和大使たちは、国際的な社会活動と奉仕精神を持ち、青年指導者を養成するインドの代表的な青年学生団体として定着するという決意を表明しました。典型の自然が美しいオーストラリアでは、聖和子女修練会が行われました。修練会を通して心情の原理と愛の原理を体述した聖和子女たちは、両親に働かれる天の父母様にはべり、希望あふれる未来を描いています。天一国安着の時代圏を切り開いてくださった鹿野エネの年が過ぎ、鹿野当氏の新年が明けました。誠のお母様が誠のお父様を懐かしまれながら歌われた翁草の花言葉のように、人類の悲しい歴史を振り返り、天に対する標準と忠誠を奉献することのできる天の宝の家庭となられるよう願います。それではまた来週お会いしましょう。